ブンブン、ハロー YouTube、どうもそれです。今回は先日の比較動画で iPhone 12 Pro Max や Xperia 5 Mark II と比較しますと、どうしても動画を撮影した際の音声のホワイトノイズの処理がきちんとできておらず、内蔵マイクを使った撮影ではかなり不利ということでお伝えしました。こちら、シャープの最新スマホ、アコースセンス4ですが、このアコースセンス4には iPhone にはない特徴として、このように上部にオーディオ端子が搭載されています。このオーディオ端子はイヤホンを接続することもできればマイクにも対応しています。そこで今回はこのアコースセンス4に先日購入しましたこちらの外部マイクを接続した場合、どのぐらい音質が改善するか検証した結果ご紹介したいと思います。まずは比較のために内蔵マイクを使って音声を録音した結果からご紹介します。なお、使うアプリにつきましては、標準のカメラアプリではなく、こちらのオープンカメラというサードパーティーのカメラアプリを使ってテストします。まずはじめにご紹介するのは、このオープンカメラを使って、ナイクはアコースセンサー内蔵のマイクを使って撮影した結果からご紹介します。ブンブン、ハロー YouTube、どうもマサルです。現在は内部マイクを使って音声を録音しています。現在は内部マイクを使って音声を録音しています。続きまして、先日購入しましたこちらのマイクを接続して音声を録音しています。オーディオ端子にマイクを接続し、なおかつこのオープンカメラというアプリ側で設定を変更しておきます。歯車のアイコンをタップしてビデオの設定、そしてオーディオソースのところで外部マイク接続されている場合、こちらの項目を選択した状態で音声を録音します。ブンブン、ハロー YouTube、どうもマサルです。現在は外部マイクを使って音声を録音しています。現在は外部マイクを使って音声を録音しています。ということで、いかがだったでしょうか。かなり意外な結果になっていたかと思います。本来であれば外部マイクを接続した方が大きな音で録音できるはずなんですが、どうもこのアコースセンサーを外部マイクを接続したとしても、あまり大きな音では録音できないようです。これが他のスマホで試すとどうなるかということですが、同じようにオーディオ端子を搭載したスマホとして、今自分が所有している端末として、ソニーの Xperia 5 Mark II などがあります。Xperia 5で同じような検証を行った結果もご紹介しておきたいと思います。ブンブン、ハロー YouTube、どうもマサルです。現在は Xperia の内蔵マイクを使って音声を録音しています。現在は Xperia の内蔵マイクを使って音声を録音しています。ブンブン、ハロー YouTube、どうもマサルです。現在は Xperia に外部マイクを接続して音声を録音しています。現在は Xperia に外部マイクを接続して音声を録音しています。という感じで、同じ条件、オープンカメラを使って内部マイクを使って音声を録音した場合と、外部マイクを使って音声を録音した場合、Xperia 5では、やはり外部マイクを接続した方が大きな音で録音できているのに対し、なぜかこのアコースセンサーでは、外部マイクを接続して同じように設定した上で録音しても、きちんと音声が録音できないようです。ですので、以前の動画で iPhone や Xperia 5とこのアコースセンス4の違いということでご紹介した通り、動画を撮影するような場面においても、音声の処理がきちんとできている Xperia のハイエンドモデルを選択した方が、たとえ外部マイクを接続したとしても、このミドルレンジのアコースセンス4よりもはるかに映像と音声を同時に記録しやすいというところが分かったかと思います。とはいえ、これはスマホを使って音声と映像を同時に記録したいという方にとっては、Xperia の方が向いているというだけで、そもそもスマホで撮影するのは写真だけというのであれば、どうせ撮影した後アプリで加工するかと思いますので、Xperia を使おうが、アコースセンサーを使おうが、そこまで大きな差はないかと思います。これから YouTube を始めるにあたり、もしスマホ1台で全てを完結したいというのであれば、多少お金はかかってしまいますが、やはりハイエンド機種である Xperia などを選択した方が、はるかに快適に動画撮影ができるかと思います。ということで、今回は先日の動画で欠点というふうにお伝えしました、このアコースセンサーの音質面、外部マイクを使うとどのぐらい改善するかというところを検証した結果ご紹介しました。
最近ではミドルレンジモデルもかなりスペックが高くなってきますので、わざわざ10万円出してハイエンド端末を買わなくても、工夫さえすればミドルレンジモデルである程度できるのではと思い、最近いろいろと検証しているんですが、やはりハイエンド機種と比べますと、細かいところで性能を発揮できないというところがたくさんあって、やはりまだまだハイエンド機種と比べますと、こういったミドルレンジ機種は使いにくい部分が多いようです。また今後も今回のような様々な検証を行って結果、ご紹介しようと思います。その辺も興味のある方は、グッドボタンとチャンネル登録、よろしくお願いします。